皆さんこんにちは。志摩ニュース&リポートです。地元の食材がメニューに、一部小学校の6年生が給食ができるまでの過程と生産者の思いを学びました。それではどうぞ。6月12日水曜日、磯部小学校でシマラブ給食の日に合わせて生産者交流会を行いました。シマラブ給食とは、市内の小中学校で毎月1回実施している市内で生産収穫した食材で調理した給食を提供するというものです。この日の献立は麦ご飯、牛乳、カツオの船越味噌がらめ、野菜のソテー、すまし汁で、一部しまして水揚げされたカツオを使っています。生産者交流会では、カツオの生産者として有限会社伊勢志摩冷凍の石川さんが出席し、栄養教諭の豊田さん、調理員の前田さんと一緒にカツオについてのクイズや豆知識などを児童たちに分かりやすく説明していました。生産者の皆さんの話に児童たちは積極的に手を挙げたり質問をしたりしていました。給食では志摩市の食材を使った料理を美味しいと言いながら笑顔で食べている児童の姿が見られました。もっと魚のこととか知ってみたいと思いました。海とかをもっときれいにしたいと思いました。給食で美味しかったのは、カツオの船越味噌がらめです。唐揚げみたいで美味しかったです。